エス、サボ、これで俺たち兄弟なんだな。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。マリンフォード頂上戦争から2年、世界の勢力図は大きく変化していた。海軍本部では戦国が職を退き、新たに赤犬杯が元帥となった。それに先立ち青木地九段は赤犬と衝突、決闘に敗れて海軍を去っていた。また白ひげの死によって空席となった四皇の座は黒ひげティーチが奪い取り、新世界で勢力を伸ばしつつあった。一方麦わらの一味は沈黙を守り続けた。頂上戦争の後2年後の再集結を仲間に伝えたルフィはデイリーの下で覇気の修行に励み、その間他の仲間たちもまたそれぞれに大きな成長を遂げる。そして2年を経た今、麦わらの一味は約束の地シャボンディ諸島で再会の時を迎えようとしていた。島についてるかな。休んでる場合じゃねえけど。早く入ってな。寒い方はあっちだ。
麦わらの一味か。兄ちゃんが死亡したと聞いていたが、麦わらの一味と思われるものを発見。とうとう来たが、奴らがいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かってた。諦めてないか。そういや、ゾロがいねえな。島まで連れてきてやったってのに。麦わらの一味だ。あいつら生きてたんだ。今日まで船が無事だったが、船を守る戦士が一人いたから。2年前、俺たちをチリチリにすっ飛ばした張本人、大岡七部会の大男、バーソロミュークマだ。数日前、俺がサニー号にたどり着いた時は目を疑った。待っていた。任務完了だ。サニー号には傷一つなかった。なんであいつが敵だったんじゃねえのか。おめえらもうすうす気づいてたとは思うが、あの戦いですっ飛ばされなければ俺たちの命はなかった。結果的に俺たちは助けられたんだ。心に留めとけ。この一味にとってクマは大恩人だってことを。君たち、島の状況がせわしなくなってきた。仲間も皆もう上陸している。船に全員を集めろ。少々慌ただしいが、それぞれの2年を乗り越えていよいよ再出発の時だ。よし、残りの奴らを探しに行くか。ではあの麦わらだ。軍艦を回しとけ。アンカップ、アシミスタも出すぞ。海軍が動き出したみてえだな。船は俺たちに任せて、みんなを探してきてくれ。島に本物のレディーが生息してる。I need ready。海賊黒足の惨事確認。こいつ、あの時の。ルフィが心配でついにここまで来てしまった。誰だあのスーパーな美女は。お、ハンコックだ。助かった。ハンコック？七部会の海賊女帝じゃねえか。七部会と知り合いなのか、ルフィ。ああ、俺、ニョウガ島に飛ばされたから友達なんだ。
あの女帝と仲良し？おめえちゃんと修行してたんだろうな。お前、俺なんかな、俺なんか。ルフィ、仲間と無事に会えたようじゃな。いやー、海賊女帝がこっちに恵ませよって、サチ。海軍が騒いでおるな。ルフィの出航を阻む者はわらわが許さぬ。おっしゃいられねえ。サニーモに急ごう。いい女じゃねえか。お前、俺の位置に入れてやろうか。結構です。あんたと私じゃ全く釣り合わないわ。これは何さんの気配。何すわー、今行くよ。何が来たか。ここはオル様が助けてやるとすっか。
郎、俺のこの一丁らにかけて。賞金は確か。急いで道を開けてもらえるかしら。ロビンちゃんが近くにいる気がする。ロビンちゃん待っててんのえ。だってのに船はどこだ。待ってたっていつ来るかわからねえ。こっちから迎えに行ってやろうじゃない。対岸に船を移動させる気か。急いで対岸の守りを固めろ。軍艦には攻撃の準備を始めるように伝えとけ。軍艦とは見過ごせんな。我らが止めてくれよう。
皆様、マネージャーたちに追いかけられてまして、ブルック、ナイスターソウルキングになったのよね。戻ってきてくれるかしら。ブルック、これから荒稼ぎって時に引退なんてさせてたまるか。通り道に砲弾を撃ち込むのは遺族射程、撃ち方やめ。ソウルキングはここだ。早く応援をよこせ。マネージャー、2年間お世話になったんだぜ。そしてこの島へ運んでくれてありがとう。ルフィさん、行きましょう。新世界。攻撃をやめよう。無礼であろう。美しい。
攻撃は中止だ。海賊女帝、そこで何をしている？任務を妨害する気か？わらわのために道を開けてほしい。そしてそなたたちの船の積み荷もすべてほしい。何をバカなことを。そんな理不尽な要求が許されると思っているのか。わらわが何をしようとも世界中がそれを許してくれる。なぜなら、そうよ、わらわが美しいから。貴様ら、あの島にどれほどの凶悪犯がいるのか分かっているのか。麦わらのルフィならば、わらわが七部会として追い仕留める。それで文句はなかろう。は、はい、総員撤退だ。待たせたな。早く乗り込め。ナルックを逃がせだ。こっちに応援を回せ。命はないと思え。Oh!
海賊狩りのゾロ、黒足のサンジ、やはり一味全員この島にいます。もはや我々には手に負えません。仕方ねえ、司令部に電電虫をつなげ。プル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 。こちら戦闘丸、状況を報告する。麦わらの一味によってパシフィスタ全てを深く損傷。もちろん強さは2年前奴らを追い詰めた当時のまま。変わったのはあいつらだ。この2年の潜伏期間で目まぐるしい成長を遂げている。新世界の海軍本部によく伝えとけ。麦わらの一味は完全に復活したとな。ガチャ。こいつ覇気をまとった。一応様子を見に来たが問題なさそうだな。さらに力が洗練されている。愛はガードだけじゃねえってこと、今教えてやる。身を粉にして戦いますよ。隣に何がないんですよ。ベイビー、2年間本当にいろいろありがとう。早く行け。ベイビー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあベイビー行ってくる。ああ、頂点まで行ってこい。どうじゃ。どこの誰だお前は。ロジャー、全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。みんな、おーい。バタ
さんも俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。出航だ。やった。